野口喜一郎の辞典和構想、野口喜一郎は日本の実業家。2015年まで北海道小樽市に存在した酒造会社北の誉れ酒造の二代目社長であり、同社創業者である野口吉次郎の次男。北海道小樽市出身。小樽中学校を卒業後、間もなく旭川市の第七師団に入隊した。除隊後の1908年。 父の経営する野口吉次郎商店を継ぎ、社長として酒造部門を拡張させた。1924年、アルコール4社合併の合同主制に相談役で迎えられ、1929年から1958年まで同社社長、1964年まで会長を務めた。1935年には、小樽酒造の組合長も務めたほか、 小中酒造組合中央会合成酒組合などの役員としても活躍した。なお酒造関連の実業家でありながら、自身は酒が飲めず、宴会の席では調子に採を入れて飲んでいたという。酒造以外の実業として、1916年には北海道で最初のホテルである北海ホテルの建設に参加し、1920年には、 北から太での北洋商業の設立や、北海ホテル旭日川支店の建設にも携わった。1931年の札尊自動車道の改修と平磯岬のトンネル開通にあたっては、東小樽地区の40万坪もの大規模な都市開発に取り組んだ。小樽の観光名所の一つである銀輪荘は、当初は四市町に建設されたが、 この開発に伴い、野口が買い取り、眺望の良い平井岬に移築されて、現在に至っている。小樽市内のスキージャンプ台、村中シャンツェ、小樽シャンツェ建造の資金を援助し、自身の敷地内に建造した、小樽記念シャンツェを市に寄贈するなど、地元還元にも尽くした。後に、地域社会への貢献に対し、小樽市功労者の称号が贈られた。また、 芸術を愛する一面もあり、若い画家たちへは、惜しみない援助を与え、作品を購入して自邸に飾っていた。その中には、日本水彩画会見終をたる支部の設立に、参加した平沢貞道の初期の代表作もあった。1972年、万84歳で死去。没後は、息子の野口誠一郎が三代目、孫の野口玲二が四代目を継いだ。 マトノグジ自らが設計を手掛けた時典の和構想は、オタルを代表する建築物の一つとして、後に伝えられている。ありがとうございます。